俺の飯を食った人だ。俺がお前の相手をしてやる。変身。カメラダウン。ディケイ。カメラライダーディケイドデラックスライドブッカー韓国版。はい、そんなわけでですね、先日、プレ版からネオディケイドライバーが到着したんですけれども、ライドブッカー持ってなかったね、うちね、まあ、やっぱりね、変身シーン撮りたいなということで、変身するときね、ディケイドのカードをライドブッカーから、司は取るの で、 そうでこいつが必要だったわけですよ。はい、でいろいろこう、ね、ネットで探してたんですけれども、どうしてもね日本版は高くて、そうものすごいプレネがね、ついてるので、すごいのだと8万とかついてたからねこれ。でやっぱりちょっとそこまではちょっと出せないなということでね、いろいろ探してたんですけれども、そしたらね日本のものと音声一緒です、ただ箱がハングルですっていうねものがあって、それ値段見たら、まあ、1万円しないぐらいだったので、こちらを購入しました。はい、はい、まあ、何書いてあるかさっぱりわからないんですけれども、今日はこちらを開けていきたいと思います。はい、出します。さあ外箱はですねこのような感じに、なっております。はい、周りはこんな感じで、はい、あちらこちらにですねこうハングルの文字が、書いてあるので、もうさっぱりわかりません。はい、はい、こんな感じ、これでライドブッカーっていうもんだね。これロゴですね、ディケイドのロゴでございます。はい、これで仮面ライダーディケイドっていうもんだって。すごいね、はい、こんな感じでね、3モード変形でございます。後ろにも書いてある通り、まずこれがねブックモード、そしてソードモード、銃モード、はい、トリガーを引くとサウンドが流れます。はい、こんな感じですね。はい、はい、そして仮面ライダーカード1枚付属で入っております。こちらのカードもですね日本のバージョンではなくこうハングルがね、書いてあるものになっておりますね。はい、さあそれでは開封。じゃーん、おー、はい、こんな感じです。はい、読めねえやっぱり。はい、新品です。開けますよ。さあ、よいしょ、よいしょ、はい、このような、ま、待って、指紋ついてる。え、指紋ついてるよ。なんで。一応新品未開封なはずなんだけど、まあいいや。はい、こんな感じ、はい、これが、ライドブッカー本体ですね。で、よいしょ、これが、ホルダー、これね、腰に、ベルトの腰に、取り付けるものになっております。はい、そしてこちらがライダーカードですけれども、はい、こんな感じ、こちらね、プラスチックの、カードではなくね、通常のね、カードですね。日本のバージョンだとガンバライドが、当時やってたので、ガンバライドカードが、入ってたんですよ。で、ここら辺にね、ロゴが入ってたりとかしてたんですけれども、まあ、こっちは特にね、そういうガンバライド仕様にはなっておりません。ガンバライドだとこの辺にねこう攻撃力とか、書いてあったりするんですけれども、はい、このような感じになっております。はい、こんな感じですね。うん、ちょっと気になるこのハングルの説明書見てみようか。なんかいろいろやっちゃダメよってやつ、で何ですかこれは。全く読めない、全く読めない。100しか読めない。100%、 100% しか読めない。で、これは何ですか？これは何だ？ああ、おもちゃのね、パンフレットですね。こんな感じ。で、後ろ、おお、見てほら、ディケイドライバー、で、ディエンドライバー、ライドブッカー、で、ケイタッチ。ケイタッチ。はい。
まあ、これは日本でもよくある注意書きの黄色い紙ですね、うんうん、で、わあ、説明書全然読めません、はい、まあ電池を入れますよとかね、まあでも大体こう絵で見て、まあ、分かるようなものもあるのでね、うん、これは絵で見て分かるね、うん、大丈夫でしょう、うん、はい、はい、さあじゃあまずは通常のブックモードにしましょう、はい、うん、ここロック解除ボタンです、はい、これ押せるんでね、これを押しながら、はい、でこれで、うん、よいしょ、こうか、こうですね、はい、こんな感じ、これで、うん、ディケイドライバーの横にね、うんうん、こう、うん、よいしょ、うん、こんな感じでね、ベルトに装着することができます、はい、ネオディケイドライバーと組み合わせるとこんな感じ、はい、ライドブッカーもね、うん、同じ色がいい ね、 ねカードを取り出すときはここのロック解除ボタンを押してよいしょ、こう引きますね、うん、中開くとこんな感じ、うん、でここにカードが収納できます、はいはい、でここにも収納できるし、うん、こっちのアクティブカードホルダーにも、うん、カードがね、はい、こんな感じ、こんな感じでね、うん、収納することができます。でこうシュッとね、でここにスイッチがあるのでカードを取り出した時に音声がね流れるみたいですよ。へえ、はい、シュッてブーンで、はい、でこれがねブックモード、うん、で銃モードよっ、剣モード、はい、こんな感じになっております、うん、見てくれ、ここは漢字で単四と書いてあります、これはやっぱ日本と同じ作りだからかな、うんね、作ってるところは多分一緒なんだよね、工場みたいな、うん、出荷される国が違うみたいな、うん、よし電池入れたぜ、イエーイ、電源入れてみたいと思います、はい、いくよ、うん、おー、うん、いくよ、いいね、いいね、モードチェンジの時は特に音声が鳴らない、うん、で銃モードで、うん、おお、お、うん、お、連射できる、長押しでね、うん、で剣モードはこれでトリガーを引くと、さっきと一緒じゃね、まあいいや、もうね、あの説明書が読めないからもう分かんない、これこれマッハじゃないよこれ、マッハでもこういう音があるからね、うん、でさっき言ってたここのねスイッチ、こうカードを抜くとこのスイッチがね自動的に押される仕組みですね、うん、いいね、はい、このような感じになっております、うん、さあじゃあねカードをディケイドライバーに装填してみましょう、うん、アタックライド、ネオディケイドライバーにも装填してみましょう、はい、アタックライド、音声変わんないね、ね、私もせーの、はい、オッケー、終わり、終わり、お、つかさだ、つかさですよ、はい、そんなわけで今日はね韓国版のダイドブッカーとネオディケイドライバーでディケイドの変身をやってみました、はい、ほらディケイドさん、はい、何でしょうか、お、つかさん、いいね、破壊者カメラがねなくてパパが手作りしました、はい、これねパパ特製だ、はい、でもなんかちょっとうまいっしょ、なんかそれっぽいっしょ、うん、遠くから見たらそれっぽいっしょ、うん、うん、はい、今回もバッチリできました、はい、そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます、ありがとうございます。
ございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いいたします。おすすめの動画を見てね。そんなわけで今日はこの辺でバイバーイ。